非常にそういった意味では敷居が低くなりましたので、いろいろな可能性があるかと思います。掴んでありますかね、あのキャラクターアニメーションで動かすときってこう何かをあの手で掴んで固定して体だけ動いてるとかっていうのをやるとちょっと手数がかかったりするんですけど、まあ、これもこういうのもちゃんとできますっていう。で、これに、あとあれですね、ちゃんと掴んでる、左手で、こう、ぐって掴んでますよね。見えますかね、手の形が変わって、こう、掴んで、こういうのも、前からできなくはなかったんですけど、今回ちょっとやりやすくなりました。で、今まであの、ポーズミキサーっていう古い機能でやってたのが、同じのに統合された状態でできるようになりました。これとこの手のポーズがこう何種類か登録されてまして、でこれに対してパラメーターが上がったり下がったりするアニメーションをつけると、こういうふうに途中でポーズが変わって動くという、こういうふうになっているもので、はい。でもう一個ですね、これは顔アニメーションなんですけど、これもあのいろんなパターンの顔の表示を作っておいて、こういうふうに動かしたり、これがもともとあったいわゆる何だっけ、セクンドパンパーAnd the strap. This is used to fill in some information. If, for example, an interview takes place, you could put the name of the interviewee there. これゲストの名前なくテロップの背景などに使いますね。Crawl fits the same purpose. クローンも同じような目的で使います。Small transition, background. トランジションや背景ですね。The logo animation, illustrative elements, and of course we had to create a design manual, telling the folks at MTV how to create other artwork for the show. This informs every artist who should work on the design, which fonts we used, which color spectrum and color ranges we are using, what about typography and stuff.で、こういったアイテムの作りがね、こういったデザインマニュアルをして、どのようにアイテムの方を使っていくか、フォント、またグラデーションのパターンとかですね、そういったものも、全て用意しました。And finally, I show the opener again. Thank you very much for your